ブリクシアモッド35迫撃砲。発射用空砲の弾装が未挿入で、方針が前進した状態ブリクシアモデル35迫撃砲とは、第二次世界大戦で、イタリア軍が使用した 45mm 系迫撃砲である。迫撃砲としては特殊な構造をしており、足に固定された球砲に近い形状をしていて、五装式であった。後ろ足にはクッションが設けられ、 射手が座れるようになっていた。このクッションは、搬送時に折りたたんだ足を背負う、際の背中当てにもなっている。必要に応じて、射手は砲の後方に伏せた姿勢を取ることもあった。2名で運用するのが基本だが、1名で運搬、射撃を行うことも可能だった。本砲は方針にライフリングがない格好砲で、砲弾には飛翔中の弾道を安定させるために羽が付いている。 砲弾の後部には推進薬が内蔵されていない。本砲では発射用の空砲を別個に装填する必要があった。砲の後端には空砲用の10発入りマガジンを上から挿入するようになっていた。砲の設置と空砲装填、照準が完了したら、伊手がレバーを押して砲身を開放、前方へ移動させることで砲弾を装填するための開口部が現れる。装填手が 開口部から砲弾を挿入したら、いてはレバーを引いて、方針を交代させ、方針が下がりきって閉鎖した時点で空砲が撃機、発して空砲の燃焼ガスの圧力によって砲弾が発射される。つまり発射のタイミングは、いてがレバーを操作して、方針を交代、閉鎖させる動作によって決定される。複雑な構造をしていて、コストが高く、故障が多かったと言われている。主に、 イタリア軍によって使用されたが一部はドイツ軍にも配備されて4.5センチメートル迫撃砲176の名称で北アフリカやイタリア半島の核戦線で使用された。ありがとうございます。